どうもピアキングです。今日はこのコースやっていきます。弟に向けて作った騙しコース、カーコトロールシャープ3。いや今回は微笑ましいコースですね。なかなか弟さんのために騙しコースを作るお兄ちゃんなんていないと思うんですけど、このコースを全く他人の僕がやっていきたいと思います。いや待てよ、僕が弟になればいいのか。ねお兄ちゃん、説明文読んでみるね。久しぶりの騙しコース、制作期間約半年、結果あったら教えてくださいって書いてるよ。疲れたんでやめます。制作期間約半年ってめっちゃすごくない？そこまで時間をかけたんなら期待大ですね。のこのこの旅さんやるじゃないか。あなたはのこのこ旅をしてるんでしょうけど、僕は今からボコボコの旅に出ていきますよ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.99%。 そういや最近服をリッチな買い方してしまったね。服を買いに行った時に、僕ってセンスがないからさ、店員さんに聞くんだよね。この服と合わせるためには何を着たらいいですかって。そしたら店員さんがズボン、アウター、インナー全部持ってきてくれてさ、それがめちゃめちゃよくて、上から下全部くださいっつって言っちゃったね。いや一回は言ってみたじゃん。開幕サッカーだー。やっぱ服屋の店員さんはすげえなって思いました。ファッションセンスももちろんいいし、最新のトレンドをしっかりと抑えてくるんだよね。で提供してくるアイディアもマジですごいの。ただ最新のトレンドを入れるだけじゃなくて、その人の年齢、その人の体型に合った服装を選んできてくれるんだよね。いやマジで困ったら店員さんに聞けば大丈夫っていうことを思い知らされましたね。店長助けてー。でもさ、店員さんが話しかけてくると嫌って言う人いない？何かお探しのものありますかって言われてもさ、うわ来たよ店員うぜえだからさ、いや気持ちはすげえわかる、わかるんだけど、マジで店員さんもね、何か探し物あるんかなと思って親切に言ってくれてるだけだから、そこはグッとこらえよう。で逆に店員さんを利用するぐらいの考えで言っちゃえばいいのよ。こんなズボンないですか？こんなのどうですか？そういう人たちもたくさんいると思うからさ、僕マジでこんなのがあればいいなって思ったことがあるんですよ。イオンとかの出入り口に、今日は話しかけないでくださいシールを胸に貼るみたいな。それあったらさ、放っておいてよ。それあったらさ、店員さんも楽だと思うんですよ。話したいで話しかけてるわけじゃないと思うからさ。ていうかここばあちゃんいるんじゃないの？絶対いると思う。だからジャンプして進む。あっちだ。ねえ服屋の店員さん、ぶっちゃけていいんだよ。別にこっちも話したいわけじゃないって。試着すんなって。服を散らかしまくるなって。試着すんな。やめろな。どんだけ性格悪いんだっていう話してしますけど、うわここキノコ取れちゃった。えキノコ取れちゃったけど、あっちにもフラワーちゃんが出てきた。出てくるの遅くないかな。ならこの上行けば氷ブロックがあるみたいだ。でしょうね。あとねこういうのもあると思います。店に並んじゃうときは全然気にならなかったけど、着てみるとめちゃめちゃいいじゃんってなるやつ。あれ何なんだろうね。すげえ不思議じゃない？だってさ、全然いいと思わなかったやつが着るとめちゃめちゃいいに変わるんだよ。やっぱその人の顔に合った服っていうのがあるのかな。じゃあこれパウを叩いて、この後なんか出てくる。おまー！あとさ、あとさ、こういうのもない？タンスの中の服を全部捨てて全部新しいやつにしたいって思うとき、あれさ全部わー、まだまだあるあるあるぜ。靴下の親指に穴が開いてるのをずっと履いてるやつ、あれなんだ。いやすげえ気持ちはわかるよ。なんか捨てるのを忘れちゃうんだよな。でそのまま洗濯機入れてまた靴下履いちゃうからさ。パンツもね同じことがよく起きてます。でこれは上に行っちゃっていいのかな。いや待て、ここにオンオフがある。怪しい。ここにオンオフあるんじゃないのか。はだー。その靴下に穴が開いてるのをずっと履くのはやめなさい。みっともないから。パンツに穴が開いてるのをずっと履いてるやつが言うな。いや気に入りすぎてそのパンツが捨てれない時期があったんよ。お前だけだか。いや約1年前かな。過去動画を見たことある人は分かると思います。絶叫した瞬間にパンツがビルリってやめろ。おいおい、どんだけしょうもねえ話をしてんだよ。ずっと雑談だぜ。開始から服屋さんからパンツが破れたところまでよく持っていけたな。もう雑談はしないでいいと思います。さあここでパワーブロックを叩いたら、あのブラバがいなくなる。おかえり。このコースの癖が分かりましたよ。パウを叩くと罠が出てくる。だから出てくるより早く進んじまえば問題ないのさ。バブルも落ちてくるの遅かったようだね。でこのハテナを叩くと、でっ、あ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 っ、え、じゃああのハテナブロック叩かないでいいってこと？お兄ちゃんやめてよそんなこと。ここは知り耐久でしょ。お兄ちゃん難しくない？これ大丈夫？お兄ちゃん簡単
兄ちゃん、ありがとうね。そういうところは優しい気持ちを持ってるんだね、お兄ちゃん。優しいならこんなコース作んな。じゃあ、ハテナブロックは無視していこうか。で、ピースイッチとブロックがある。ブロックを叩いたら敵球が出てくるとか、そういうことはない。じゃあ、ピースイッチを叩く以外ないよな。で、左にキノコが出てきました。右にフラワーちゃまがいるよ。あのフラワーちゃまいるんじゃないの。このツタの上登ってっても氷ブロックがあるだけだよ。人肌で溶かしてほしいもんですけど、なら右の土管に、土管に入れませんわ。ファイヤーフラワーを取るのはわかる。だがこのフラワーを取った後だ。左上の土管の前に赤ブロックが邪魔してるじゃん。あの赤ブロックを消さなきゃいけない。で、さっき右に行った時オーフブロックが発動したような気するんだよな。で、ツタもあった。だからこのツタに捕まりの左に行けるというわけですね。なかなかいいトロールコースター、シンプルでいいね今日は。で、右のジュリエット普通に取らせてくれる。お願いジュリエット、僕ちっちゃくなったけど振り向いてくれるかな。ジュリエット、よし。めちゃめちゃ調子がいい。で、パンブロックも叩いたらテレサこっち来ると思うんだよな。そのみたらし団子誰かけてくれよ。さあ、どっか行ってくれ、止まんなよ。オーケーオーケー。あれ、眠たくなっちゃったかなお兄ちゃん。うん、なら僕足でそろそろ操作しちゃおうかな。マジでめちゃめちゃ調子いいじゃん。で、この土管の先はゴールがあるみたいな。スタートじゃねえか。そこの向こうの時はやめろって、リアクション全く取れなかったじゃん。じゃあこの辺はさすがにまだ変わっちゃう。さすがにこっからはもう罠は変わってないはずだ。さあ、キノコを取りのこの土管に入ります。で、この後スタート画面だったよな。で、魚が出てきたから右ラッシュして魚は出させない。これで大丈夫だ。で、ツタが出てきたけど下には行けない。今度は右下に行けっていうことかな。右上行けないもんね。で、右が開く。これ抜けたこれはゴールまでの道のりかな。そんな感じがプンプンしますけど、あれ、うん、さっき通ってなかったかな、ここ。この後もしかして中間ポイントがあると思うんだけど、中間ポイント戻し、うん、右開いて、開かないね。じゃあ土管に入ろうか。お兄ちゃん頼むって、この右怪しいって、カチャカチャ言ってるじゃん。この中間ポイントトレード、やっぱりじゃあ中間ポイント戻しってこと。この土管の先は、いや、まだ可能性はある。いろいろ変わってるもんな。こっから先何か、なんか聞こえたよ、ツタの音が。優しいお兄ちゃん、うん、好き。そういうところがあるんだからね、このお兄ちゃんは。で、あ、さっきのところ戻ったね。いや、鍵がないぞ。左に行ってもダメだから、この上のゴールが、あれ、鍵か。うん、じゃあこっちのドア入るしかないよな。ブーじゃねえんだよ、派手な派手な。絶対これゴールさせてくれると思うよ。僕はそう見たね。この下ゴールなんだろ。全然わかんない。僕は何を考えてるのかわかんない。このお兄ちゃんが、この上ドスが降ってくるみたいな。そんなことはない。じゃあ土管に入っていこうか。こっちは何本当に優しいんだから、もうちょっと罠たくさん。ダーッ、あっ、ちょっ、ちょっ、うわもうゴリ押しまあまあ、最後は疑惑判定でしたけど、無事ゴールができましたね。いや、本当に楽しいコースでした。ありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース。なんか説明文に、なんかです。ふざけとんのか全く伝わってこねえって。で、このコースね、サムネじゃ全くわかんないんですけど、詳しく見るを見た時になんかすごかったんですよ。どんなコースかって言ったら、サムネの右下にちょっと見えると思うんだけど、3つずつブロックとか、派手なブロックとか、ちくわブロックとか、地面ブロック、そういうのを設置しまくってるだけだったんだよね。いや、正直どんなコースか全くわからないんだけど、すげえ楽しそうだからやっていきたいと思いますよ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 2.84%。 まあ、楽しそうなコースだったらいいんですけどね。で、ゴール条件はなし。ってことは、早く進めっていうコースなんじゃないかな。クリア率も結構低いし。なんかすごい圧迫感がすごいこれどうすんの、どっから行くな。この雲の場所から進んでって、次はこの場所から行けばいいのかな。で、次はこっちで、次はこっちか。これこっちしか言えねえよあー、ハリーよったー。
どこまで進んだか全然わからんくなるな。しかもさ、これ BGM がないんだよね。 BGM がないコースすげえ寂しいな。でもこのオンオフがすげえ邪魔なんですけど。勢いだ、もう勢いのまま行っちゃおう。下に降りてここでジャンプ、これで大丈夫で、右の土管に入ればいいのかな。マジで目がどうにかなりそうだね、ここで。左と下、うん、もう下に行っちゃった。右の50コインは何で、ここはなんだ。バカにしてんのか。あの土管に入れてか。この土管は土管に入れませんね。あ、わかった。この靴を履いて左に行けっちゅうことなんじゃない。いや絶対そうだって。で、このどこ、落とし穴とかどっかあるんじゃない。右か左かどっちだって教えてくれよ。左右、ちょっと気になったことがあって、これ左行ったら何があるんだろうね。中間ポイントがある。いやでもあの中間ポイント取れないよな。抜けました。わかった、ここで鉄球が壊してくれるんじゃない。で、中間ポイントが取れますみたいな。なぜこのコースだ。中間が取れないっていうことがわかった。で、靴もいらないでしょうきっと。あの中間取れることができるんかな。まあこのまま下降りてってみようか。ここめちゃめちゃ深いからさ、早送りしたいと思いません。この辺に土管があったよね。さあ早く出てきて。いや違うだって次はちゃんと入るよ。一番左じゃない、ちょっと右に行かなくちゃいけないんだね。さあ土管に入れました。でこの次はなんかすげえ楽しみになってきたわ。このコース、下地面があった。あ、中間じゃん。地面は、地面がある。地面っていうかスネークブロックか。もう何もしてくんなよスネブロ、お前もう何もしてくんなって。これはもうさっさ右に行っちゃおうか。でこいつも飛び越えていく。で、あの間に入ればいいのかな。あっ、地面あっちゃう。よし、なんかこのコース美しくないようで美しいよね。だけー、ここさ、さっき地面なかったから上から行った方がいいのかな。上行けないんかい。じゃあここから手つけて。まあ何度かやればいけそうな気するんだけど、一旦下から行ってみていい。ここで地面がなかった。これは普通にジャンプで行けんのね。ていうかもうゴールあんじゃん。こっからゴールできます。かっ、ああ、いや最後に鉄球出てきてめちゃめちゃ焦った。まあこのコースはなんかだったね。楽しいコースでした。ありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。